ルーベンスの1615年頃の絵画、カバドアニーの狩り。画面右端の剣を振りかざしたカリウドと馬に本作品のモチーフが使われているアルテピナコテーク所蔵。同じく1621年頃の絵画、ライオン狩り。この作品でも同様のモチーフが画面中央で再び用いられているアルテピナコテーク所蔵。セイギオルギウスと竜は バロック期のフランドルの巨匠ピーテル・パウル・ルーベンスが1606年から1608年にかけて制作した絵画である。油彩。主題は、キリスト教の聖人の伝説をまとめた13世紀の黄金伝説で語られている聖ゲオルギウスの竜殺しの伝説を扱っている。イタリア時代に制作された初期の作品で、注文主や制作された経緯は不明である。 少なくともルーベンスは生涯この作品を手放さなす。ことはなく、画家の死後にスペイン国王フェリペ4世によって購入された。現在はマドリードのプラド美術館に所蔵されている。また、パリのルーブル美術館に準備素描が所蔵されている。黄金伝説によると、リビアの都市シレーヌは、近隣の湖に住むドラゴンに苦しめられていた。最初、人々は家畜を生贄として、 ドラゴンに捧げていたが、やがて家畜が尽きると、人間の中から生贄を選んだ。セイギオルギウスがシレーヌを訪れた時、王の娘が生贄として捧げられようとしていた。彼はドラゴンの顎に槍を突き刺して王女を救出した後、王女に命じて打ち負かしたドラゴンを都市に連れて行かせた。この奇跡を見た人々がキリスト教に回収すると、セイギオルギウスはドラゴンを殺した。 セイゲオルギウスは白馬にまたがり、今まさに右手に握った剣を振りかざして、ドラゴンに一撃を加えようとしている。戦士星人は黒い甲冑を身にまとい、翼を広げたスフィンクス像と白い羽飾りがついた兜をかぶっているが、歌詞には防具をつけていない。白馬はドラゴンに対して、両前足を跳ね上げて踊りかかるように立っている。 一方のドラゴンは、すでにセイゲオルギウスの槍の一撃を受けた後であり、大地の上でのけぞって、仰向けになり、上顎を差し貫いたまま折れた槍を掴んでいる。セイゲオルギウスの後方では、ドラゴンの生贄となるはずだった王女が戦いを見守っている。王女は上品な衣服を身にまとい、平和の印として、右手を上げ、左手で同じく生贄となるはずだった子羊の足を持っている。 本作品の象徴性は明快である。聖ゲオルギウスは教会を象徴する王女を保護し、王女のそばの子羊は悪魔であるドラゴンに直面するイエス・キリストを象徴している。聖ゲオルギウスを象徴する白色と赤色は彼の赤いマントとカブトの白い羽飾りで表現されている。構図の最も優れた要素の一つは馬である。対角線に配置された馬は、 構図の大部分を占め、画面に力強い躍動感を与えており、馬と交差するセーゲオルギウスは、イタリア時代に、ルーベンスが熱心に行った古代彫像と、ルネサンス期のミケランジェロ・ブオナローティの研究を、示している。ドイツのミュンヘン市立グラフィックアート美術館に、所蔵されている、キツヤーノの作品を模写した、ルーベンスの素描に基づいている、可能性も指摘されている。 セゲオルギウスと竜の騎士と羽馬のモチーフは、その後の作品に一定の重要性を持っている。事実、ルーベンスはこのモチーフを再利用し、狩猟をテーマとするカバドアニの狩りやライオン狩りといった作品を制作している。制作経緯は不明だが、一説によると、セゲオルギウスを守護聖人とし、またルーベンスが何度か滞在したことがある北イタリアの、 海運都市ジェノバのサム・アンブロージョ教会のために制作された可能性が考えられる。しかし絵画は完成後もルーベンスの手元に残り続けた。ルーベンスの死後、絵画は遺産の一部として売却され、フェリペ4世は1645年に弟であるスペイン領ネーデルラント総督フェルナンドでアウストリアを介して本作品を含むいくつかの絵画を購入した。 スペイン王室のコレクションに加わった絵画は1674年にマドリード郊外のエルパルド宮殿に移された。約100年後の1772年には新王宮に移され1814年から1818 18年かけて王宮の王子の寝室に飾られた。フェルナンド7世の死後の1834年、プラド美術館に所蔵された。フランドルのバロック期の画家、 トーマスをイラボーアーツボストシャートのセーギオルギウスと竜は本作品の影響を受けている。ルーベンスの遺産からスペイン王室のコレクションに加わった作品には本作品の他に以下のようなものがある。ありがとうございます。